総言寺は東京都渋谷区本町二丁目にある新聞宗の寺院である。山手通りと水道道路の交差点近くに位置する。一般には旗ヶ谷の不動様、旗ヶ谷不動村などで知られている。総言寺は新義新聞宗出政治派に属し、寺号を光明山新聞院総言寺と称する。創建は永六四年で、本尊は薬師如来である。 江戸時代には、旗ヶ谷村の鎮守氷川神社の別当寺として、勢力を有した。境内にはかつて本尊を祀る本堂のほかに、不動堂と大師堂とがあったが、昭和20年に、アメリカ軍による空襲を受けて、すべての建物を消失した。しかし、本尊の薬師如来像、不動堂本尊の不動明王像と大師堂本尊の、愚法大師像は緊急の処置を講じてあって、 何を免れた。そして戦後の復興にあたって、頼り本堂を譲り受けて移築して、本堂とし、上記三蔵を一堂に集めて安置した。幡ヶ谷不動村と呼ばれる、不動明王像は遠京を四連に、多摩郡、八壁の村、三光院から荘厳寺に戦死され、 古くから江戸近郷の三不動の一つとして広く損数を集めた。江戸名所杖には旗ヶ谷不動明王の城を建てて紹介されている。また寺の前の道路は不動通りと呼ばれ、古くから不動村への参道として賑わい、現在は商店街、不動通り商店街となっている。ありがとうございます。